明日、あ、そう、ビッグスリーのコラボの話もそうだ、しなきゃ。あの、見た方はわかると思うけど、本当は手術のゲームしたかったんだよ。もともと、スバちゃんが、なんか、スバちゃんからチャット来て、え、なんか、え、ダイモンミチコならみたいな。いや、ぶっちゃけ、いや、ビッグスリーさ、こんな続くと思ってなかったよ。男女も思ってなかった。そう、月1ペースになってるから、そう、ラミーがグルチャ作ってくれて、あのグルチャで30日にするゲームこれだよって言ってさ、ゲームのね URL まで貼ってくれたの。そうしたら、そう、団長まだねスタジオにいたんだけど、スタジオにいる時にね、ノエルごめん確認だけど、このゲームマルチだよって書いてあるけど、ゲーム内にマルチなくないみたいな感じの連絡来て、なんかレビューでもマルチないなったって書いてる、え、マジみたいな来て、でスバちゃんにさ、ごめんね団長、今スタジオでお家で確認できない、だから分かった、じゃあラミーにも確認してくるって、てかこちゃやんみたいな、これこちゃやん、グループ作ったのにこちゃで連絡してるやんみたいなねえ、グループがさ活用されてないと思って、そうスバちゃんパニックになったでラミーもなんかマルチできないの確認して、で一応グルチャの方で何するみたいな、え、どうしようみたいな話になって、え、このゲームだったらいいんじゃないみたいなやつがあったんだよ。したらラミがレビューを見つけてくれて、いや、センシティブすぎたよ、ドシモネタすぎてドシモネタすぎてマジで、いや、これはまずいみたいななんか俺たちビッグスリーで声でっけえのに、こんなの静かになっちまうよみたいなレベルの下ネタでシーンみたいな。ラミーと団長なら大丈夫。いやー、でも、いや、なんかでもちょっと、いやなんかベクトルが違ったんだよ。そう、なんか生々しい感じ。そう。あ、そう、ウーマンなんちゃらではない。ウーマンなんちゃらはさ、もうタイトルでわかるやん。それスマちゃん持ってきたらびっくりする。あ、ビッグスリーでウーマンだから、俺たちまだコミュニケーションさ、深められてないよね、つって。いや、なんかありえるかもしんない。あの、どんなゲームかっていうと、まぁ、ちょっとセンシティブな単語を、あの、会話の中から見つけるみたいな感じだけど、いや、ビッグスリーでそれしたらマジでさ、いや、想像し、やだよ、推しがさ、そのさ、単語を見つける、スバちゃんのことだからさ、あの、センシティブなの、ね、苦手だけど、でも、やるからには、ゲームのね、ゲームを開発した方に失礼にならないように全力でやんなきゃって言って、多分、プロ意識で、チーとかさ、マンとか言ったら嫌だ、そんなスバちゃん見たくないよあ、これあれだって言って単語ゲームのリスペクトすごいからね、うん、まあ、とにかく、まあちょっとあのウーマンのやつじゃないけど、まあ、ちょっとセンシティブなゲームだった。そうね、あの雑談になりました、ビッグスリーは